ここは何かの展示会かしらね。10月11日から13日の期間、新宿区内牛込エリア与庁町にある発明学会で身近なヒント発明展が開催されました。発明品を考えた発明家と、それから新商品として、商品を採用したいという企業をつなげる、マッチングさせる、発明家の支援団体になります。新商品発掘企画なんですね。応募の中から子ども発明部門に選ばれたのは9作品。会場に遊びに来ていたこちらの2人に作品について聞いてみました。眠れない時に水を入れるだけで眠れるマシンを作りました。それがこちら。みんなにゆっくり寝てもらって元気になってほしいという思いで作ったという作品。どんな音が出るのかな。これはソーラープロペラ乾燥機を作りました。この太陽光でソーラーパネルで発電してプロペラを回して、この下にある洗濯物を乾かす乾燥機です。災害の時とかにも使えるように。こちらの作品も実際に動かしてもらいました。ソーラーパネルからのエネルギーでプロペラが勢いよく回っています。作曲家です。飛行機のパイロットになりたいです。2人ともこれだけのことができれば何でもできるんじゃないかな。将来が楽しみですな。地元トピックス。